お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お前元気よくなってきたんですよ。最近ちょこちょこ一人で撮りに行ってるしな。ちょこちょこ行ってますね。今日は久しぶりのセミナー動画。ちょっと一人でね、カメラ持ってきて喋っとったけど、ちょっと恥ずかしいもんね。お前ついてきてないんで、ただただ携帯だけ持って俺の話を聞くっていう。いい？大丈夫？大丈夫です。忙しい？忙しいです。ダメじゃねえよ。なんかちょっと喋りづらいな、久々だね。じゃあ、いや、皆さんね、10万人超えて、まあ、7万人か5万人ぐらいのところでやめたんだよな、セミナー動画。そうです、夏ぐらいですね。夏ぐらいか。はい、で、もう半年以上やってないんですけど、まあ、はい、視聴者も、セミナー動画良かったっていうのを結構いただくんで、まあね、こういう動画見たことない人もおると思うんですけど、はい、まあ、ぜひ一回ちょっと見ていってください。で、今日はまあ、タイトルは結構きついと思うんですけど、愛知と10都道府県だったかな。緊急事態宣言が3月7日まで伸びたっていうのがあるんだよね。はい。知ってるお前。知らなかったです。全然興味ねえんかで、お前。今朝知りました。あ？今朝知りました。俺に言われてたろ。はい。うん、まあ緊急事態宣言ってまあ伸びて、まあ個人事業主の人も含め、あとはまあ建設業だけじゃない人もさ、まあ結構そういう、こういうセミナー動画見に来てくれるんで、ちょっと今日、予習しようでさ。はい。うん、で、俺たまたまさ、今日セミナー動画をやろうかなと思ったきっかけは、はい、まずこの緊急事態宣言ってどういうところに影響してるのって言ったら、はい、俺今日本当にもう尊敬する大先輩がおってさ、はい、その人から、まあ、連絡があったと会社に、はい、小林元気しろよって、はい、でその人はラブホテルの社長なんだって。オーナーじゃないよ、雇われ社長みたいな、はい、まあ、多分給料かなんかでやっとると思うんだけど、はい、いきなりなんて言ってきたか、もう元々職人やってたんだわ、その人。なんかアルバイトないみたいな感じで。そう。すごいだろ。ほんで俺ね、どうしたんですかって言ったら、いや、ラブホテルに、はい、もうお酒飲むやついないもんで、まあ、客が来んって。ああ、そういうことですか。で、赤字だわって言って。はい。ラブホテルで赤字なんだぞ。まあ飲食店とかもちろんね、そういうところってあると思うんだけど、あとは俺よく聞くのは、黒字の世界もあってさ、まあそれはまあ医療関係とかいうところは黒字なんかなとか単純な推測があるんだけど、はい、これ面白いことにリフォーム業でも内装やっとるところは結構さ、やっぱ在宅が増えるから内装とかきちっとやろうって言ってキッチンとかさ、家で食うことが増えたっていう需要もあったし、はい、あとはそのゴルフ場。ゴルフ場ですか。だって3密にならんじゃん、はい、今日夜飲みに行きましょうかって、お客さんと来月飲みに行きましょうかって会食みたいなのが俺らもあったけど、はい、じゃあもうこれ今うるさいもんね、コーナーで、はい、ゴルフしませんかって、スルーって言って、昼の休憩なしでゴルフ行きませんかって。だってゴルフ場今スループレイ結構あるのは。1月2月の時に俺お前ゴルフとか行っとった時はあんまりそんなんなかったけど、はい、今だってスループレイって言って食事を提供しないっていうゴルフのコースも、コースっていうかそのプランみたいなのがいっぱいある。はい、うん、ね、まあそういう感じで、まあいろんなね、いい悪いはあるんですけど、うん、緊急事態宣言がこうやって出て、また延長して、うん、まあこれ緊急事態宣言が終わったからどうとかじゃないと思うんだよな。まあ本当にだってうちでもそうじゃん。また営業も在宅にしてとか、はい、いろんな角度になってるんで、はい、いろんな方向があると思うんですけど、まあ一つ、俺がすごい言いたいことは、まあこれ2番3番になってくるんですけど、まあサムネタイトルにもちょっと大げさに入ってると思うんだけど、恐怖の大リストが起こる。で、これさ、コメント欄です。まあうちもあったじゃん。はい、ストライキ5人辞めましたとかな、はい、その動画上げてあれ反響すごい読んだじゃん。であれに対してどんな会社だとかあんな会社だとかこんな会社だって叩かれたこともあるんだけど、はい、まず俺が一つ言いたいことは、はい、そのうちの会社も含めだよ、はい、まあ、どんな会社でもそう、やっぱり経営者ナンバー2ナンバー3ナンバー4っておって、中小企業ってやっぱそれぞれの価値観理念みたいなのがあると思うんだわ。はい、うちの理念ってもう本当に仕事できるできんじゃなくて、やっぱり一生懸命真面目にやること、やっぱ俺が方向を決めておることに対して嫌だったらやめてくれやいいよって。俺はまあ会社を大きくしたい、はい、うん、みんなの幸せを追求する、みんなの幸せを追求するってことは給料も上がっていくだろうし、はい、でお客から金盗んで持ってきとったら幸せになれんじゃん、はい、だからまあ別に関係先はまあ幸せにするっていう、まあ大きいなんかいろいろあるじゃん、挨拶大きく大きく声とか、はい、で俺は当たり前のその人間的なんかじいちゃんばあちゃんに言われたようなことをまあ大切にしたいなっていう理念って大きいじゃん。で人大切にしようかな。だって営業も個人成績よりもチーム成績を重視しとるし、足場の職人もそうだよね、出来高でなんか払うっていうのもないし、ただチームとしてやっぱ評価するべきところは評価してんだけど、はい、これさ、一つ何っていうとさ、こうやって辞めた辞めてないっていうのが、俺が悪いだとか、その辞めた人が悪いってね、応援してくれるメッセージもあったんだけど、俺はまあ別にそんなに深く考えてなくて、そういうこと。はい。それよりも、やっぱ俺も目が覚めたんだよな、これ調子が悪いとか、会社もやっぱ、任せきりだったわけじゃん。はい。ほとんど YouTube とかさ、はい、SNS の方に体取られとったじゃん。はい。
で、まあ、ね、足場チームも含め、塗装班も含め、はい、まあ、これ動画にいろいろなっとるで、つないでけば分かると思うんだけど、はい、まあ、塗装班に対してもそうだな。やっぱ緩い。当たり前のレベルが低すぎる。はい、うん、それに対して、お前ら、頑張れて仕事できんのはいいで、うん、そんなタラ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 やるなっていうことは、まあ、毎日言っとって、はい、まあ、あの、ね、この間、18歳の塗装の職人が動画になったけど、やっぱりこのね、自分で請け負いやって10現場、15現場やって、やってよかったですと。はい。で、今までの自分がもう緩かったですと。だけど、あいつが悪いんじゃないよ。あいつの周りに、まあ、先輩たちがいっぱいおるもんね。はい。先輩たちが俺は悪いと思うのは。で、俺はもう当たり前っていう世界が、やっぱびっくりしたもん。あ、こんだけやってたんだ、みんなって。営業もしかりだよね。はい。あの職人、足場班もしかり。はい。まあ、その当たり前のレベルがやっぱ高い。それは仕事のレベルじゃなくて、はい、まあ、挨拶がきれいにするとか、はい、あのお客さんに喜ばせるとか、はい、経費のこと考えて何でも物買うかもポッポポッポゴミにしてさ、はい、道具もポッポポッポやってとかさ、はい、材料無駄に使ってとかいろんなことがあるわ、細かいこと言うと、はい、で、まあ、俺はいろんな目で今年夏終わって上に上がったのにってさ、10月ぐらいから、まあ、ここにおったらなんだって何もないんですけど、俺だってここも入ったことないんだわ、久々にエアコンつけたんだよね、ここ、はい、で、まあ、ここにこもって、まあ、YouTube 出て、外出とるか、ここにおって仕事しとるかだけど、今、上にみんながフロアにおって、はい、まあ、仕事して、まあ、いろんなものが見えてきて、はい、で、営業もそう。まあ、これ営業のね、社員も見とるで、言葉を勘違いしてほしくないけど、俺は、まあ、全員にもこれ言ってる。もう当たり前のレベルが低すぎる。うん、数年前の方が全然レベル高かったよ、お前らって。いうことは言って、もう今すっごい改革して、営業も本当にいい子ばっかだから、うん、やっぱ気づいた子もおれば、納得できんっていう。まあ、営業はいないな。やっぱ納得できんってやめていくだけじゃん。で、俺はジムのレベルの低さを俺は指摘したわけ。お前らやってること当たり前じゃねえぞって。レベル低いよって。はい、で、これ変わってったわけでしょ、どんどん。変わってたっすね。で、それに対してもやめるって言った人もいるね。私の価値観と俺の価値観は違うって。小林さんの価値観と私の価値観違いますよって。やめていった人がおると思うんだけど、中小企業はやっぱ実質このリストラってないからさ、大企業みたいにリストラします。今から3000人カットします。辞めたい人は先に言ってください。辞めたら、あの、早期退職はお金あげますみたいなリストラじゃん。はい。で、中小企業ってないわけ。逆に言えば、その50人、100人の会社なんか、みんなが目の色を変えて頑張ったら、これもうコロナみたいにどうにもなるわけよ。うん。で、俺も、やっぱコロナだから悪い。売り上げが下がってる。まあ、しょうがねえな。精一杯だけ頑張ってくれって、責任者たちに言ってたわけでしょ。はい。で、蓋開けたらなんかコロナのもんで暇になった。で、人間って暇の時ほどサボるだろう。まあ、いっか。まあ、テレビ見やいっか。はい。で、今日朝からもう日曜日忙しいんだったら掃除やってあれやってって、動いてるうちに一日が終わるだろう。はい。で、営業もしかり、まあ、塗装の職人もしかり、ジムもそう。はい。だと思うんだけど、やっぱ、こんな時だからやんなきゃいけないのに、こんな時だから仕事が減った分楽してんじゃん、お前らって。何やってんだよ、っていうことが始まりで、はい、まあ営業部から人抜いて今俺の下に2人か3人ついてるな。はい、つけましたつけました。もうまあトータルでいや3人4人か。でまたその子たちをジムに戻したり、今リリーちゃんもそうじゃん。もう元々営業部だったんですね、コロナの時に。はい。でまあ YouTube だけは出てくれっていうのを、まあこっちに来いよって言って。はい。で営業、まあ責任者たちも話してたよ。まあせめて仕事を増やすことができないなら仕事の人員減らしてくれって言って。でまあそのリーダーも清く答えてくれた。100の仕事があって、売り上げじゃないよ。売り上げが100、200じゃなくて、100の作業量があったら、新しいことやれるわけじゃん。はい。もう普段やっとることが、ルーティーンが70になっちゃったんだもんね。はい。商談本数が200本とか300本あったやつが、例えば100本になって減ったらさ、はい。仕事は手空いてくるわけだろ。はい。じゃあ新しいことやりましょうって自分たちで考えて部署ごとにやれやって感じなんだけど、はい。それがないなら、人間削ってくれって。20% 人が、あ、作業量が減ったんだったら、20% 以上、25%、30% 分の人材くれって言って、はい。まあ、今やってくれとるわけだよね。で、今だんだん良くなってきたので、また戻したりもするわけだな。だけど、まあ、やっぱ営業責任者たちも責任感持って、バーってやり始めたもんで、数字が良くなってきとるっていうか、まあ、ああいうこともやりたい、こういうこともやりたいって、アイデアがどんどん出始めてるからね。で、それがうまくいくかいかんかは分からんけど、とにかくやってみなさいよっていうのが、まあ、俺の考えであるし、俺の経営理念である。俺はもう、なんか、俺の命令を聞いて、なんか、縦社会にして、もう、ザ・俺の言うこと聞く、右向け右のやつなんかもういらないから。はい。自由にやるんだったら、もう俺もお金出してでもやってほしいぐらいなんで。はい。そっちの方が楽しいし、俺も。はい。で、俺は俺で目指すところをやってるんで、ある程度大きな目標の対してのここはお前に任したっていう方が俺は好きだから。はい。うん。だからこれ、俺、中小企業ってもっとこれからこのリストラって始まると思うんだわ。そういう意味のリストラ。はい。厳しいからやっぱもう経営者とか上の方が目が開くんだわ。うちは早いの。俺もう早いじゃん。はい。
はいはい、何でも早いから、だからそんなに悪くないわけ。売り上げが 20% 下がったからって純利益がじゃあ 20% 下がってないんだよな。はい、本当はじゃあ売り上げ 10%、15% ぐらい下がりましたよってこの間動画でやったっけ。本当はだって売り上げ 10% 下がって利益、粗利率って上がるで。やってました、やってました。だろう、はい。だけど、じゃあもう本当は大赤字になる。2000万、3000万赤字になるのよ。この計算上で言ったら。このままの粗利曲線で言ったらな。はい。あの、損益分岐点みたいな表があるので。結局何って言ったら、1000円で売っとるけど、原価が900円だとすると、はい。うん、100個売れたらいくらだけど、90個売れたら、その、粗利率が100万円、100円しかないわけじゃん。はい、1000円だけど100円だもんね。はい、でそれ100個売れたら1万円だろ。1000円のものを100個売ると10万だろ、はいはい。だけど10万円が利益じゃないじゃん。1000円を100個売って、でも 90% が原価だったら、原材料みたいなもんだったら、100円しか利益ないもんね。はい、100円が100だもんで、1万円が粗利だろ。で、それに販売管理費って営業マンとか俺らの給料全部出るわけじゃん。はい、だけどこれってじゃあ 20% 下がったら、1万円がもう8000円になるから、でも販管費ってほとんどが1万円かかってるからね。はい。売り上げに対して、例えば 5% 利益だったらさ、まあまあ難しいな。ようわからんけど、まあなんとなく察して、皆さん。とにかく、まあ 20% 売り上げが下がったら、はい。もう会社は赤字何千万って普通なんだわ。はい。それは販売管理費っていうのはうちも2000万、3000万毎月かかるからね。営業マンの給料、家賃、広告宣伝費。はい、で保険料、設備投資、いろんなもんが大体月2000から3000ぐらいの固定経費がかかってるから、はい、売り上げゼロでも、はい、まあ、2000万、3000万かかるわけだろ。はい、だからもう、やっぱり厳しいわけ。はい、だけど、うちはもう多分本当に営業の努力というか、まあ、責任者も含め、社員全員の努力だ、現場もそう。じゃあ残業が増えたらさ、全然減ってんだ、うちもな。そんなに残業増えてないだろ、うち、はい、うん。で、カメラマンが夜とかも結構ちゃんとあれだろ。振り替えとかもあるだろ。あります、あります。まあそういうのはあるし、前のあの動画でバカみたいなこと書いてきたやつもおったけど、はい、うん、なんかこんな5人も6人も辞めるのおかしいとかおかしくねえとか言うこともおったけど、はい、いや、それやんなかったらお客様守れんし、一生懸命やってる社員守れないんだよ、絶対。はい。だからこれ中小企業がこれから人を切るわけじゃない。はい、お前変わらんかいって。あー。ボサーっと座って現場来ても来んでも変わらんようなやつとか、はい、もう絶対切られてくよっていうことが伝えたよ。はい。それがいいか悪いかなんていうのはどうでもいい、俺は。はい。俺にとってはそれが正解だし、首に取ったやつはそれが正解だし、はい。俺にとっては腹立つなと思うんだわ。はい。でも、俺は一つ言うことは、自分の身を自分で守んなきゃいけないよっていうことだけが伝わったかな。伝わりました。本当かって。はい、本当に伝わりました。分かりました。俺のセミナー動画は何言ってるか結局分かんないって書いてあるけどな。だけど、本当にもうそう。ね、どっちも間違ってないし、はい、あの人たちも間違ってないわけ。はい。わからん。そんな風に思ってないかどうかわからんけど、とにかく楽してお金は欲しいと思ってる人がおって、俺それを考えたら間違ってるとは言ってないわけ。俺の理念と違う。俺の考え方と違うから、俺はそういう考えの人はいらないですって面接の時にも言ってるし、採用の時にも言ってるし、ましてや、うちはあなたを入力係で雇うわけじゃないよって。社員、パートで雇うから、なんかいろんなことでもやってまうよって。はい、お前が事務やらなかった時もあるよな。で、営業、俺は営業として雇ってんじゃなくて、総合職でやられた人たちが。で、現場行かなかった時もあるかもしれんよって。はい。なんで足場班だけが大変。営業は暇。はい。で、あんたらはもう暇だもんで、ね、事務所で賢くて喋っとる。足場班は毎日8時、9時まで残業しとる。はい。なんでこれ同じ仲間なのにこっち手伝いに行かないのって。はい。いう話じゃん。はい。もちろんそう簡単に足場班は手伝いに行けねえよ。だから仕事見つけろ。なんか考えろ。暇だったらなんかやれよって言ってるんでしょ。はい。分かるかな、この視聴者の皆さん。アンチコメント、アンチコメンテーターさん。アンチコメンテーター、分かる？俺以外だと分かる。俺間違ってねえと思うんだ、俺。僕もなんか分かります。そうそうそう。でも、アンチコメントって、なんかもう、ジムが足場なんか手伝うなんてないだろうとか、はい、職人がジムやるなんてないだろうって言うんだけど、はい、まあ、もちろんないから、そう簡単にこの越境はしないし、俺もそんなこと損だから、やったら。はい、生産性悪いんだから。はい、だから、なんか部署ごとで考えろやって言ってるけど、もちろん職人から営業やった子もおるし、はい、営業側から本当に職人に配属されてずっと今やってる子もおる。はい、うん、それが楽しいって言ってるのも思うし、はい、あの緑なんか本当だろ、緑ちゃんなんか職人やったろ、やってました、営業現場管理っていうのもやったろ、はい、で今 SNS チーム来て、はい、一生懸命やっとんやん、はい、そこからまあ俺ともぶつかったことあるよ、泣いたことあるよ、もうこれ俺配属されて2週間で3回ぐらい泣いてるよもうだけど楽しいです、うん、私成長したいですって言っとるから、はい、おお素晴らしいってもっとついてこいよって言うわけでしょ、はい、そうしんといいものなんか作れんのだわ、はい、で、いいよって、ゆるいもん作って、ゆるいお客さんと取引して、はい、じゃなくて、いいもん作ってるやっぱお客さんも来るし、はい、うちなんか本当にそうや。はい、やっぱ仕事ほっとっても来るだろ。
気をつけます。本当に来るだろ。はい、まあ、最近俺が YouTube やってるで仕事が減ってる説っていうのもあるけどな。え、そんなあれ社長がバカだからバカっぽいから仕事減ってる説っていうのもあるけど、まあ、俺はもうまあまあそう思ってる。で、あと次最後、はい、まあ大リストラが始まるだよね。緊急事態宣言のもと、はい、まあ、これ建設業だけじゃないところに言い悪いがあるから自分強くしなきゃいけないよ、大リストラ始まるよって中小企業のリストラなんか表に出ないけど、はい、もうまあこれは俺がリストラっていうならまあリストラかもしれない、はい、で俺はもう最初からこれは言ってるし、いい時も言ってた、リーダークラスにね、はい、あの、でね、やる気ないやつにはっきりお前ら言えん、お前らがいたんって。一番損なのは 2,3 年タラ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 座ってこいつ使えませんわって言って、もう 2,3 年でなんかどうにもならなくなってやめてって、このその費用が一番でけえやんって、はい、何百万だぞお前って、何千万だよな、1000万かかるんだよ、はい、1000万の無駄遣いだよお前らって。だからリーダークラスしっかりせえやってよく言うんだけど、はい、だから俺はもう今入ったもんで、ね、ビシーじゃん、はい、ビシーだけじゃない、まだもっともっと改善しながらのとこも何百個ってあるけど、はい、うん、まあそうだよな。でもう一つが給料激減します。これ本当にそうだと思うんだわ、はい、給料は減らんでも残業がやっぱ減るとかさ。ああ、うん、まあ、お前も、ね、そういう話あったじゃん、はい、給料半分にしてくれって俺に言われたじゃん。言われましたっけ。そうなんだよお前そう、俺暴力が振っても給料カットしたことほとんどないんだな。まあ、この間うち、まあ、営業に、まあ、本当にね、あれで感動したけど、俺は。いい合いになって、女性社員と俺も。はい。真剣にね。うん、まあ、内容は別として、まあ、真剣にその子もやっぱり、俺と向き合って話して、泣きながら話して。はい。で、また、いいもの作っていこうって、今、すげえ一緒に やろうかなと思ってんの。はい。で、俺もまたそこですごい考え方変わって。はい。早速明日からもう会社も、評価制度みたいな。評価制度で上がる下がるじゃない。とにかく、きちっと評価をします、あなたたち。ただ給料に連動するはまだしない、はい、もうその評価でも俺はもうその売上とか利益とかその目に見える数字で評価したくないんだわ、はい、でエリアがいいとかもあるし、あ、昔部外だった時何やっとったってみんながテレアポみたいに電話で取ったの、はい、事務員が出るはずの電話出て、はい、あ、なんかやりやすそうな人、あ、ちょっとまあ失礼な言い方はおじいちゃんおばあちゃんでちょっとあんまり世間知らずな人の方がやりやすいわけじゃん、はい、ホームページのお客さんとかわかんないけど、はい、細かい人そうだったら、で物件が大きいちっちゃいあるじゃん、はい、マンションだったら俺行くわとか、あ、はいはい、だから売り上げなんか作れちゃうんだわ、はい、数字なんか何でも作れちゃう、はい、でアンケートの評価が高いって言ったって別にアンケート自分のお気に入りの人だけ渡したらいいじゃん、はい、だから僕だけアンケート書いてください。で数字なんかどこ拾っても同じだぞって、はい、俺は思ってるの、はい、結局いいやつが評価されて悪いやつが評価されんっていう数字だからね、はい、だから納得できるのはみんな出てくるじゃん、はい、俺はそうじゃなくて、やっぱり一生懸命。で、それ数字で表せれないことだからこそ人間の上司の力が必要なんじゃないって。はい。ちゃんと説明してあげる力がっていう評価制度みたいなのをみんなを評価していきたいなって。はい。うん、でも本当にそう。まあ、チームのために動くだとか。はい。人のために動く。お客さんにどんだけ喜ばしとる。会社にどんだけ貢献しとんのって、うん。いうことを評価できるような仕組みとか。まあ、それはまあ、話はちょっとずれちゃったけど。はい。まあ、そうやって俺もこうやって女性社員と話して、はい。すごい感じたこと。はい、でも本当に給料カットっていうのはこれ絶対怒るし、はい、怒ってる。建設業まだいい方やで、行ってまだ忙しいとかさ、俺この間も言ってたら、なんかコロナの施設を今作ってるから、はい、すごいです。逆に忙しいって言って、ああそういうことですか。コロナの施設じゃなくてワクチンの施設、はい、なんか作ってて今岐阜かなんかで、はい、でそれがすごい、まあ、今忙しいで特貫でやってて、ですごい建設業はまだそんなに流れきてないけど、これ来年ぐらい建設業も来るし、はい、だってもう飲食店なんかまあまあまあ実質給料カットどころか、アルバイト300人おった会社がもう今ゼロとかいう会社もあるの。そうですね、うん、だからもうみんなその仕事なんかあぶれてるわけよ、はい、ってことはまあその固定給だろうが残業だろうがもうやるしかないし、さっきのホテルの社長ですら給料カットされてるわけよ、はい、でじゃあね、その人の言い分とかまあわからない、俺はそんなことその人すごいプラス思考の人だからまあしょうがねえよなって言っとったけど、はい、うん、だけどじゃあいい時に払ってくれたのっていう問題もあるじゃん。でもそれって言ったってしょうがないんだよな。で俺はその女性社員にバンって言われたことで変わろうと思って今、まあじゃあ評価制度みたいなのを作ろうって。はい。で俺はお前を評価してきたつもりだったけど、俺が直接もう直属じゃないからさ。はい。普段喋んないから1ヶ月に1回か、1回会わないもん、そのこと。だからそれはいかんなって、リーダーたちと1回しっかりこういうことをやっていこうと思ってるけど、はい。だってそう、でもそう思うでしょ。確かに、ね、こんなコロナで悪くなったからボーナスカットって言われても、給料カットって言われても、じゃあいい時払ってくれじゃないですかって。はい。思わない？思います。え？思われます。あ、思われます。思われます。殺す。あ、もう俺殺すわ、もうやめるわ。俺宣言するわ。ピコハンマーで殴る面では俺昨日さ、デラ長文会社だったんだけどさ。はい。お前だから悲しいんだよって言って。
あのピコハンマーで殴るのもやめろみたいなコメント入れていいですか。で、やら長文送ったの。はい。超長文送ったの。はい。おかしいと思うんで。はい。だけど、まあ殺すはやめようかなって。まあまあ、そんな、普段言わんじゃん、別に。まあ、冗談みたいな感じで、ね、ネタで言ってるけど、はい、まあ、芝生像に変えようかなと思って。あんま変わんなくない。いや、殺すはやっぱ良くないのかな、表現的に。まあまあ、まあね、まあ、実際に給料カットっていうのが、まあ、起こる話っていうのは、はい、どう考えても企業が潰れるから、はい、中小企業は。建設業を取り取って飲食店が潰れるじゃん。はい。で、まあ国から今緊急事態宣言が出たってことで、まあ俺の知り合いも出たちっちゃな居酒屋でも、1日5万円、6万円ぐらいもらえるのかな。あ、そんくらいですね。だって今のが儲かってるって言ってたもんな。あ、マジっすか。マジマジマジ。だってそれそうでしょ。1日6万円もらえる。店投資取ったら原価ゼロや。利益6万円じゃん。はい、あ、確かに確かに。で、店閉め取っていいんだもん。だろ。それで毎日6万円ってなぞ。はい。お前一人暮らしで6万で家賃10万円ぐらいのところで借り取ってさ。はい。毎日6万借りてたら、めっちゃごっつやん。美味しいだろ、だって。うまいっす。25日入ってきたら、150万ぐらいってきたぞ。はい。で、どう考えても経費50万かかるでしょ。はい。だってアルバイトみんな休ませて、そら、払うのが法律が決まってたらいいよ。はい。アルバイトみんな払ってなかったら、丸々残るやん。はい。まあもちろんきつい、大きさによってきついとこもあるし、うん、いいとこもあるで。で、俺はまあこれを一律じゃ、うん、ちっちゃいとこはこうですよ、売り上げに乗ってこうですよって、合ってる間違ってるって論評はあまり好きじゃないんだけど、はい。それは国も、もうだって少ないし、人数でやらなかんじゃん。はい。同じ、だってコロナだからって言って、どっか国民から、国民がだって暇なわけでしょ、飲食店。だからお前らアルバイト手伝えって言って、はい、国が人入れてるわけじゃないでしょ。はい。まあそういうのもあると思うんだけど、一部は。まあそういうわけじゃないじゃん。はい。だから、まあうちの会社で言うと、忙しい部署と、暇な部署があって、こっちに簡単に移せるじゃん、俺らなら。はい。だけど国ぐらいになると、そんな簡単にもう国民を移せんじゃん。はい。で強制的にお前らさって言って徴兵制度だって言ってさ、はい、このコロナもんでね1万人徴兵しますって言えや楽だよ。そんなわけにいかんだろう、はい、うん、だからまあ俺はまあそれはだっていい悪いはもうどうでもいいんだけど、はい、そんな状況下の中でそりゃ給料下がるわな。今年本当にもう休みって言って全員休みって言って、はい、で国から 70% ぐらい保証されるだろうこれ、はい、コロナ禍の間 70% ぐらい保証して、もう俺1年間海外温泉行かなかったら楽だもんな。楽っていうか別に1年あそこら続いたって別に俺どうにもなるもん。ただ社員が戻ってきた時にもう1回グズグズになった社員ってもうそこまたここに戻すのってもう相当な努力だ。はい。だって俺はもう辞めるかやるかしかないと思ってるの自分の中で。はい。やるなら立ち向かおうぜこの辺にって。はい。難しい局面かもしれんけどみんなで一生懸命頑張りましょうって思ってんだわ。はい。そう思わない？そう思います。視聴者の皆さん。視聴者の皆さん。まあこれ緊急事態宣言が来た、はい、文句言うのもいいよってだけど、まあ、本当にもうこれ強行大リストラっていうのが分かりやすいで言ってるけど、はい、まあ、経営者がもっと厳しくなったらもっと厳しくなってくるから本当に、はい、明日の金もね企業も多いから本当に、はい、全部金使っちゃったみたいなそういうところに会社にやられたとか何したってなくてやっぱ自分の身は自分で考えなきゃいけないよっていうのがまず一つと、はい、まあ、両方だな給料が下がるっていうのもそうじゃん給料が下がったんで納得できんって文句言うやつもおるし、はい、納得できんかったらどうすんのって、うん、まあ訴えいいやんじゃあってで訴えて金も取れると思うよ別に、はい、うん、それ多分経営者は、うん、まあうちはまだ給料ほんと下げたことないでな、はい、そうですね、うん、だってあれだけど、まあ、訴えたら取れるんだと思うんだけど、はい、まあそれが、うん、取ったから、まあ、辞めるだけだし、はい、だけどだから自分の身を自分できっちり守って、はい、本当に、うん、まあ思うよ、まあ、今もらってる金も当たり前じゃないからね、はい、だから、まあ、貯蓄してでもね残してでももう絶対命自分の命は自分で守るしかないから、はい、うん、俺もそうだよな。こうやって人の人生にも携われるぐらいまでね規模来たんであれですけど、はい、皆さん の, あの久々 の, あのこの俺の熱いセミナー動画がまた何言ってるかどうかよう分かんない動画みたいになっちゃいましたけどあの30分間しっかり喋らせていただきましたのでチャンネル登録いいね、はい、ぜひ、まあ、ほんとチャンネル登録はね、もう、してほしいわ。もうな、80%? そんくらいですね。80% が、未登録の人だろ？はい。うん。で、まあ、チャンネル登録したから俺はほんと金入るとかそういうんじゃないから。はい。でもやっぱりチャンネルのパワーが、やっぱ次の力になっていくし、はい。いろんな企画力にもなっていくし、はい。面白い。ね。やっぱお客様に見てもらっても、社員に見てもらっても、ああ、チャンネル登録者もあって、こうやって頑張ってるから、やってんだなって、ただ遊んでんだなって思われないじゃん。はい、だからやっぱ20万30万やっぱ出来は50万っていうのを、まあ、ここ 1,2 年ぐらいでは達成していきたいなっていうのは思ってますんで、はい、ぜひチャンネル登録いいねよろしくお願いいたします。お願いします。あ、最後もう一個告知させて、あ、ごめん、あの求人どうぞ、求人マッチングと、はい、
まあ俺90マッチがまあまあ使ってない。もう500社超えた、本当に。はい。まあこれちょっと動画撮ろうかな、持っとるぐらい、ブワーってすごい勢いで今伸びてるんで、はい、求人したい会社、こんな時でも忙しいって人は、ぜひ求人出してください、本当に。はい。で、やっぱ今、本当に人がもう遊んでる。一人二人。もう毎日二人ぐらい面接来るもんな、うち。来ます来ます。すごい勢いで求人来るから、全国から。はい。それだけやっぱ人が今遊んでる、もう困ってる、仕事がない、助けてくださいって言ってるとこあるから、はい。給料安くてもいいと思うんだわ。はい。ちょっとこんだけしか払えんけど来るかっていうのでもいいと思うの、求人ね、今だったら。はい、で、それでやっぱ忙しくなって、そんな、忙しくなっても当たり前にそんなことやっとったら、それは離れていっちゃうからね、人は。はい。だから、俺は求人もやった方がいいと思うし、出してほしいと思うんですけど、俺も今一番話したのは外人とそのマッチングを。まだホームページは変わってないけど、はい、全部登録できるようになってますんで、はい、他の県でも、はい。これ登録してください。ほんで俺もう本当にいいの作ったから。もうマジで4月、本当は一日だけど、ちょっと遅れるかなーって15日か、まあ4月中には公開できるけど、はい、本当にすごいマッチングサイトができると思う。はい、だから本当にもう外人とそのもう乗るから、会社名が全部、はい。だからそこだけで直接依頼が来たやつはもう無料だから、本当に。はい、で、これ俺 YouTube でバンバンお客さんも集めて、集めれるようにね、チャンネルも成長させてくるんで、だからチャンネル登録もしろって言ってるの、俺。はい。急に。笑えよ、お前。笑うとこだから別に。せめていいから、俺は。本当にその通りだなって。まあ、ぜひ、本当にそっちも登録。まあ本当に、でももちろん今無料だからね。はい。で、これはもう完全に有料化しようと思ってるけど、それでも今マッチングの世界、外気塗装とお客さんを繋ぐマッチングが 10% から 15%、20% ってやってるね。はい。平均相場が。で、それってほとんど広告宣伝費とかいろんなものにかかってるっていうのが現状だし、はい、IT 企業やって外気塗装分かんないやつらがやってるから、はい、問題もいっぱい山積みだけど、ね、後発とはいえ、本当にさ、もうこれ、ね、塗装知ってるやつらがやるやつだから、はい、本当にもう 3% から 5% が俺目標、うん。で、それだけの安いコストでも利益が出るようなマッチングサイトっていうのがもう本当に出来上がったら、はい、めちゃめちゃ面白くなってくると思うんで、なあ、今年は忙しいぞ。わかりました。よろしくお願いします。またね。